黒川。黒川は、熊本県阿蘇市、阿蘇郡南阿蘇村を流れる白川水系の一級河川。白川水系最大の支流であり、阿蘇カルデラの北側、阿蘇谷部分を流れる本河川は、南側、南里や部分を流れる本流の白川と対比されることが多い。カルデラ駅における流域面積は、白川本流の1.2倍以上に及ぶ。河川名は、 豊富な有水源から出る、清らかな流水という意味の白川に、対、火山灰を含む濁水という意味から来ている。阿蘇市一宮町、坂梨の猫岳に源を発し北流する。源流部は通常枯れ沢であり、高雨時になると、水が流れるようになる。祭祀が花の再録を進み、JR 放肥本線橋梁付近より、徐々に伏流水が露出し、し、 次第に傾斜が緩やかになる。国道57号の松原橋を境に、普通河川古江川から一級河川黒川となる、後日。市街地を抜けると水田が広がり、阿蘇カルデラの阿蘇谷外苑をなぞり始める。標高500メートル程度で豆札川を合わせると、以降は阿蘇谷を抜けるまで高低差がわずかな平地が続く。古城が見て前で、 古江川旧河道を合わせて北西へ進み、宮川を合わせて南西へ曲がる。小枯らし山六にて、南から東岳川を合わせ、流量が増加する。阿蘇谷北へを進み、中流部になると蛇行が目立ち始める。今町川、西岳川を合わせると、内巻の島市街地を還流した後、花原川、黒戸川、乙姫川を合わせてゆく。周辺には、旧河道跡、 三勝月湖や貯水池が数多く見られる。流量の増大した黒川は、阿蘇谷の狭まってゆく跡が背から車帰りにかけて、ひどく蛇行していたが、河川改修により落ち着いている。標高460メートル程度で阿蘇谷を抜け、阿蘇市と阿蘇郡南阿蘇村との行政境にある赤池へ流入する。これは1914年、大正3年より稼働を続けている。 黒川第一発電所の長いであり、発電用水は、取水堰から黒川右岸沿いの導水路により、縦の付近にある水槽まで運ばれる。南阿蘇村に入ると一転して両岸に、崖の迫った急進地形となり、日本の滝百選にも選定された、落差60メートルの飾流が滝を下ると、高低差100メートルに及ぶ深い谷間を流れ、濁り川を合わせて間もなく、 白川へ流入する。河口の標高は250メートル程度である。松原橋より下流30.0キロメートルが一級河川に指定され、内川口から阿蘇大橋付近、海洋、旧練習水口までの1.3キロメートルは国土交通省管轄、残りが熊本県管轄の区間である。なお、前車は縦のダムのダムっことなり沈むこととされている。 本来認識されてきた黒川は、古江川や宮川、東岳川など、複数の河川が合流して形成されるものである。その中でも古江川は、黒川の本流であり、松原橋より下流部は一級河川としての黒川に、組み込みで一体的に、河川整備が行われてきた。黒川部分に組み込まれなかった松原橋より、上流部の普通河川区間はまだに、古江川と呼称されているため、 同一河川ではあるが、松原橋を境に故障が異なっている。また黒川は、稼働変更により、流域全体にわたって、旧稼働が多く残されており、そのうち本来の古江川区間にある、阿蘇市一宮町、宮寺付近から道市一宮町中通り付近に、かけての黒川旧稼働には、古江川の名が残され、一級河川に指定されている。そのため、 古江川という名称の河川は、旧河道である一級河川、古江川と松原橋より上流区間である普通河川古江川の2箇所に存在している。白川が流れる南郷谷が、東の高森から西の長陽にかけて200メートル程度の標高差があるのに対し、黒川が流れる阿蘇谷は前日の通り標高差がほぼない。これは南郷谷が、 河川侵食によって形成されたのに対し、阿蘇谷は、西端の徴用赤瀬付近が溶岩流でせき止められ、一帯が湖となり土が均等に堆積して形成されたことによる。激しい蛇行や三日月湖も黒川流域、阿蘇谷側にのみ見られるものである。また加藤清正は、白川と黒川の流速差を利用し、黒川流路に四日化石、しつけ石や大石を設置した。 これにより流れをさらに遅め、白川と黒川の洪水到来のタイミングに差をつける、試みが行われていた。白川水系の河川改修が行われるようになったのは1953年、昭和28年6月の白川大洪水以降で、あるが、この際に黒川は、蛇行部分のショートカットを主体とした改修を、阿蘇町車帰り地区から一宮町なし地区までの 26km に、 かけて行い、1964年、昭和39年に完了した。その後1980年、昭和55年8月29日から8月31日にかけて、黒川流域で豪雨による記録的出水があり、調査に基づき黒川の洪水防除計画を策定。1984年、昭和59年度までに24.5億円を投じ、 災害復旧事業を中心とした復旧、稼働拡幅、堆積土砂除去を行った。1990年、平成2年には、7月1日から7月3日にかけての豪雨で、再び水害が発生。これを契機として、黒川の河川激人災害対策特別緊急事業、河川激特事業が採択され、後期5年で、事業費97.5億円。 松原橋から黒川第一調整ダム上流までの延長 25km に及ぶ整備が同年度より1994年、平成6年度まで進められた。全区間にわたる流下能力の拡大に加え、中流の内巻地区、内巻橋付近北側と下流の内姫川、合流点には多目的に使用できる有水地、内巻有水地、小野有水地の設置を決定。 内巻有水地は1994年、平成6年、小野有水地は2005年、平成17年にそれぞれ完成している。また水害が山間部からの流木によって引き起こされたことから、上流の魚市地区、金丸強化流には、貯木場を要する有水地、一宮多目的貯木地が1995年、平成7年に整備された。源流部の古江川区間においても、 1993年、平成5年度までに、約100億円を投じて35基の砂防ダムが建設されたほか、流木対策のスリットダムも1992年、平成4年度までに5基建設された。白川水系の河川整備計画においては、黒川遊水地群として、市宮の著木場を除き7つの遊水地、車帰り、無殿、あとが、瀬、小野、内巻、 小倉、手屋を設け、合計で、毎秒100立方メートルの洪水処理能力を備える、こととされたため、その後も、遊水地の整備が続けられた。2011年、平成23年頃には、車帰り橋上流岩に、無駄遊び密打ちが完成し、4番目には、最大級の面積を要する小倉遊水地の整備へ、向け用地買収が進められていた。2012年、 平成24年7月、平成24年7月九州北部豪雨によって、白川流域は、ひときわ甚大な被害を受けた。黒川やその市流域は浄化流を問わず、すべて腰水し、市宮貯木場は初めて効果を発揮したにも、かかわらず、完成していた、小野、内巻、豚の三遊水地の貯流能力をオーバーする、想定外の豪雨となった。 これを受け2度目の黒川劇得事業が採択されるに、至り、2013年、平成25年度から2017年、平成29年度まで5年間、総事業費183億円の予定で、進められている。対象範囲は豆札川合流店から、無田遊び三地までと車帰り付近の急稼働を、合わせた約27キロメートルであり、全区間にわたる。 稼働掘削が2014年、平成26年10月まで2年間かけて進められた。さらに、阿蘇市中心部にあたる内巻橋から、花原川合流点までの2000メートルは、稼働改修の対象として、事業全期間にわたって、断面を拡張する護岸工事が続けられている。事業のようとも言える、遊水地は小倉。 テアの2箇所を優先着手することとされ、内小倉遊水地は、用地買収済みの初期淡水二21ヘクタール、堤防設置部2ヘクタールに、北側の二次淡水地、工作可能だが、建築物付加の規制入り35ヘクタールを合わせた58ヘクタールの計画であったものが、南側にも二次淡水地を30ヘクタール加えて88ヘクタールまで拡張されることとなった。 これは西にある内巻有水地の約8倍の規模である。それより上流に整備される手や有水地は初期淡水地10ヘクタール、二次淡水地40ヘクタールの計50ヘクタールで当初計画と同規模。小倉有水地は2016年、平成28年度、手や有水地は2017年、平成29年度にそれぞ完成予定である。その他、 流域の3箇所、仮を、小池、黒流の和獣包みの傘上げや、2015年、平成27年度から3年間での160棟の宅地傘上げ、宮原川、黒戸川、西岳川といった、市流域の道路傘上、堤防傘上げなど事業内容は多岐にわたっている。上流より掲載、太島一級河川、上流より掲載、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。